大倉ホテルこう俺と馬場さんでこうやってしたら向こうから一生懸命走ってくれる人がいるから誰だろうと思ったら、はい、あれ社長向こうから猪木さんが走ってきますよ。ん？あそう？つって猪木？ふーってこうやってそしたら猪木さんがバーって馬場さんお久しぶりですなんて頭すげえなさこんなに丁寧に挨拶するのっていうぐらいカメラの前では馬場どうのこうのなんて言ってる時と全然違うんだよね、はい、馬場さんどうもご無沙汰してますつっておお元気しとったかなんつって馬場さんが言ってでちょこちょこっと2人でちょこっと会話してスーっていなくなったんだけど